愛してる。エンジョイ、エンジョイのいい。おい、どこアップしてんだお前。ついてきてくれてる人も僕は幸せにしますので。夢に熱いですからね。本日はお集まりいただきありがとうございます。今年は新しい仲間も増え、レイだ。来年はより飛躍していきましょう。僕だけ大阪で体調崩して今日は一杯飲んで帰ろうと思ったんですけど、やるしかないでしょ。無駄で大阪っちゃうね。聞こえてる。そんな横にいたけど風邪ひいてるか。お前あっち行ったと思う。飲めたいやつが飲みます。よっしゃ、飲むぞ。何持ってるんですか。いや、ウスキー。え、ウスキー、さっき言います。え待って、でもさっき、ダイさん飲んでたんですか。さっき、ダイさん飲んでないっすよ。助け、助け。おい、レイ、おい、おい、奥で。一番ウスキーだったな。似てますか、かっこいいね。いいから忘年会最高よ。熱い話ができるから最高。 DC メンバーも ST メンバーも愛してる。どんぐらい愛してる。もうずっとチューできるもん。ずっとチューできるもんどうして京平さん。どうよ忘年会は。楽しいね、やっぱね。こんなことないから、しかも仲間増えたしね、家族増えたし、めっちゃ楽しいですよ。はぁ、え、喧嘩する。そんなもんすか。違うよ。どんぐらい楽しい、どんぐらい楽しい。え、どんぐらい楽しい。やべ、マジ、俺人生一番楽しい、これ本当マジで。なんで美容師なんてや。レイさん、忘年会どうすか。ねえ、暑いね。今みんなもう語りモード入ってる。そうね。まあ来年も頑張っていきましょうよ。え、来年の抱負とかあるんですか。来年は最強へのスタートを切る。おお、聞いた。リーダーが来年は最強へのスタートを切るだって。間違いないです。間違いない。それについていくのが俺ら。ついていくのが俺ら。結果出すのが俺ら。ですって、ですって。いや、まあ本当にね、最強作れます、マジで。もうついてきてくれてる人はもう僕は幸せにしますので。やっぱね、夢に熱いですからね。もう全員でちゃんと駆け上がっていきますよ。おい、おい、ジュン聞いてるのか。ジュンじゃない。グロ携帯でカメラを回して俺を
何の用ですか一体。どう忘年会。いややっぱりね、俺ねこうやってねみんなと一緒に酒を飲むってことはあんま普段はあんまりしなくて、で酒普段はあんま飲まないんだけど、なんかみんなと飲むことで結構楽しいって感じ。エンジョイ、エンジョイのいい。2019年の12月をアルファベット一つで表すとしたらエンジョイの。クソどうぜ、どうでもいい。あのカルブじゃなくて浮かれてるからこいつ、うん、本当に。でもね、本当にでもこいつ言う通り SD スタジオ、 SDGC この交流マジで大事。なんでかっていうと手に松本いるし、あの後ろたすきね、これが試合出るから。なんでだよ。でもたつき足7秒以下だから。でもたつきエンド8秒だよ。あ、そうだよ、まだ強いよ。あの9番センター。 SCBC な、心底から本当に目指してるから。たつきさん飲んでるんすか。あなた飲んでるんすか。あなた一番飲んでる。エネロで言ったら俺や。まあ確かにね、こんなもんじゃないんすわ。ああ、もう余裕なんだ。まだこういう BC メンバー交えてのさ、こう忘年会ってやっぱりさ、やっぱいいもんじゃないですか。ほぼ知らねえけど、やっぱやろうで飲むのはいいね。いや、いいよね、やっぱりね。やっぱみんなでワイワイしたらおもろいよね。こうやって新たな男の子たちの。ああ、男が好きだ。あ、そうだな。うん、やっぱ今日の飲み会を通じて、うん、あの田んぼに力と書いて男ではなく、うん、漢字の漢の男というか。あ、お前いい。やっぱもうそれを今日を通じてそういう飲み会にしたいよな。そうね。スキピ、男スキピ。こうね、いろいろ頑張ってくれてる子たちと飲むのは楽しいわ。なんで入れてよ。おい、どこアップしてんだお前。おい、こら。おい、どこアップしてんだよ。おい、前歯が本体ですよね。違います。え、違います。お前、唾めっちゃ飛んだわこれ。もう見ろ、映るかなこれ。めっちゃ唾飛んだわお前。マジでこういう忘年会がありまして、どうですか。いやー、バカ楽しいわ。え、俺らちゃんと毎年忘年会やるよね。そうだね、仲いいよね、普通に。めっちゃ仲いいよ。まあ、今年はこういう仲間を増やそうって決断に至りまして、結果オーディションして、こういう、まあ、熱いね、コントみたいなやつを一緒に壊して、自分が成長するのはもちろんですけど、 ST のメンバーも多分みんな先輩としての自覚が出てきて、まあ、より自分に厳しくしなきゃいけないなっていうのが、まあ、出てきたのかなと思うんですけど、来年はもう本当に今年の3倍は結果残してバチバチに言いたいなと思って。まあ、そのためのね、スタートが切れたかなと思っています。もうこのメンツ見れば分かるけど、これだけいれば、ね、僕本当に SD スタジオはエンターテイナーとして精進していくので、 SDBC の選手たちもエンターテイナーとしてこれからイベントとかにたくさん参加してくれますので、ファンの皆さんは、まあ、僕ら第一に応援してもらって、その次ぐらいに BC 選手を応援してもらって、みんないいやつ。で、あのよくあの反戦できないんですかって聞かれるんですけど、まだそんなレベルじゃないんです。僕が口に出した全国制覇を受けるのに手離れてるレベルなので、まあ、パッと見動画で見たら確かにうまいし強いんですけど、全国レベルと戦ったらほぼほぼにやられるんですよ。そんな状態で俺呼びたくないし、まあ、あとはシンプルにあの大会とかじゃないと呼べないルール的に。だから本当にそのレベルになった大会が、大会の決勝、準決勝があったら、もう確実にファンの皆さんやりますので、もうそれまではもうみんなで皆さん応援していただいて、もう BC 選手はまだまだひよっこですので、絶対全国すっごいやつ、打ち上げのやつ嫌いだぞくらいの皆さん、圧かけていただいて、毎日向上心持っていい動画撮っていきましょう。年内の動画はまあこれにて終わりにしようかなと、終わりがこれで終わりかなと思ってるんで、2019年1年間ありがとうございました。ありがとうございました。2020年は、さらに3倍でファンの皆さん楽しませて、はい、3倍の数をファンにさせてもらいます。とりあえず1年間はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、またマジ見とけよ、俺ら唯一無二の YouTuber。 待ってもいいや。